100均で買ってきた卵の茹で具合を色でお知らせエッグタイマーを買ってきました。これはこれどんどん白くなっていくんですが、半縄はこんな感じで全部色がピンクの状態で、半熟がここの下だけ白くなって、片茹でが全部白くなった時ですね。では今日はこの3個の卵でこの3個全部をできるのか試したいと思います。では早速今お湯を沸騰させております。でははい、開けました。では卵とこれをこのお湯の中に入れていきたいと思います。卵はね、沸騰する前から入れるんだよ。あと2個あ、逆にしてしまう。はい、ちょっとまだ熱くないのでこんな感じで入れました。お、すごいグツグツやる。はい、結構グツグツと茹で上がってきましたね。多分ね、半生はここの、これ、ここ3個ある中で、ここの枠、下の枠だけが白くなったら半生の出来上がりです。多分ここの1、2、3と全部ついてる。消えてきてる。すごい。ちょっとね、本番にできるのかな。それが揺れた。あ、でも白くなってる。確実に。へえ。もうちょっとかな。食べるのが楽しみ。ということで、食べるのが楽しみです。あ、でももうそろそろ、あ、でももうちょっとかな。本当に白くなっていくよ。すごい。もうそろそろいいかな。ではちょっと1個取り出してみましょう。結構白くなっているので、卵をここにお皿に乗せて、ちょっとあっちいいかな。あそこまで熱くない。冷やしますよ。で、次のあそこが白くなったら半熟で、その次に2個が全部なくなったらもうカチカチ、片茹でか。まあ、卵は最後に開けたいと思います。割って、だから半生、半熟、片茹でにしたいと思います。あ、白くなってきてる。ではちょっと取ってみたいと思います。ここの取るの意外と難しい。わ、すごいグツグツいってきた。こっちの人美白、こっちの人日本人の肌。熱い。さっきグッツグッツ沸騰しよった。お、すごい。あー、でもまだまだ早く見たい。半生って開けた瞬間に黄身が飛び出てくるっけ。危険危険危険。おー、どんどん白くなってきてる。すごい。でもエッグタイマーは本当に信用できるのか。あ、でも、あ、そろそろいいかも。ちょっとゆで卵片ゆで一丁お待たせいたしました。はい、どうぞ。やっぱこっちも、え、美白だ。これもビハク、日本人、普通。はい、できました。皆さんから右側が半生して、こっちが真ん中が半熟して、左側が片茹でですね。ちょっと割ってみたいと思います。で、
まずは半生からいきたいと思います。おうわ、なんか温泉卵。うわー、ちょっと待って、半生以上になんか大変なことになった。ちょっとね、殻入れようきに。ちょっとこれやばいかも。これもう半生じゃなくて生じゃねえか。おう、すいません、見て見て、ほら生。この生卵の、まあ、これちょっと置いとこうかな。ちょっとこれ以上剥いたら大変なことに。では次、普通に半熟。ちょっと半生は無理だったかな。あ、半熟は、あ、いけ、まあいいや、しょうがない。ちょっとね、あ、こっちは多分ちゃんとできとるかもしれない。ちょっと黄身がトロトロしてる。あ、白身がトロトロしてますね。あ、ほら見て、いい感じの色。ちょっと一気に、ちょっと見てみましょう、ここ。おー、綺麗に半熟。ほら、黄身が。次、家庭でいってみよう。まあ、家庭で多分大丈夫。わっちょ。ちょっと卵に火傷させられるとこだった。あ、でもちょっと半熟気味。まあね、ということで、ちょっとね、ちょっとずれてたかな。結果発表ということで、エッグタイ、100均に買ってきたエッグタイマーは正確でした。これ半生ですね。まあ半生、ご飯にかけたりしてもいいかも。卵ご飯、まあちょっとほとんど生ですけど。で、こっちは半熟。いいですね。半熟一番好きですよ。ということで、こっちが固ゆで。固ゆでも美味しいですよね、卵。ということで、このエッグタイマーはすごく正確、あ、性能がいいということが分かりました。皆さんも108円でこれが買えるんだとお得だと思いますので、皆さんも買ってみてください。また見てね。バイバーイ。塩を振って食べてみたいと思います。まず半熟。さすがにこれはちょっと。まあね、これてかこれもなんか生っぽいぞ、中は。まあ白身をちょっと最初に塩かけ。うまい。まあね、卵に塩はね、ですよ。でもケチャップとかも好き。結構オムライスとかうまい。じゃあこっち食べましょう。こっちは何もつけずに、そのなんか生。